トランプ大統領が日韓問題の仲裁の可能性を示唆した中、ジョン・ボルトン米大統領補佐官が今週、日本と韓国を訪問し、仲裁と関連した何らかの発言があるか注目される。20日、ロイター通信によるとホワイトハウス国家安保会議報道官はツイッターで、 ボルトン補佐官が重要な同盟国及び友人らと対話を続ける計画とし、日本と韓国を訪問すると明かした。ボルトン氏はまず日本を訪問し、その後、23日から1泊2日の日程で韓国を訪問。定義用国家安保室長、公共は外交部長官、定刑と国防部長官らと面談する予定だ。 ボルトン氏の日韓訪問は、トランプ大統領が前日日韓関係の仲裁を示唆した直後に公式発表されただけに、これに関連した役割を担う可能性が10分に考えられる。